グレートオーストラリア湾の1グレートオーストラリア湾は、オーストラリア大陸の南にある大きな湾オーストラリア水路サービスの定義では、西オーストラリア州のペーズリー岬から南オーストラリア州カーノット岬までの 1160km を指す。国際水路機関の定義によれば、グレートオーストラリア湾は、インド洋の一部であるとされる。しかし、オーストラリアでは、 グレート・オーストラリア湾は、インド洋ではなく、南平洋に含まれる、とする意見が、一般的であり、国際水路機関に対し定義そのものを変更するよう、要求している。グレート・オーストラリア湾を、初めて探検したのは、イギリス人の航海者、マシュー・フリンダースである。彼は、オーストラリア大陸一周業にあたって、西から、東へと航海し、海岸線を記した回路を制作した。 陸地からの調査は1840年から1841年にかけてエドワード・ジョンエアによって初めて行われた。連なる断崖とグレート・オーストラリア湾グレート・オーストラリア湾の海岸線は高さ60メートルにも及ぶ断崖とサーフィンに適した砂浜並びに岩山などからなる。5000万年前のゴンドワナ大陸で 現在の南極とオーストラリア大陸が分裂して形成された。水深は浅く、海底部は大陸方であるが、一般的な大陸方とは異なり海生生物は豊富でない。この湾に面している陸地の大部分は、降水量の少ない奈良坊平原であり、わずかな降水も、塩湖へと流れ込んだり地下水となるためで、海への流入はほとんどない。 そのため陸地から流れ込む養分が乏しく、結果として、貧栄養状態を招き、海の砂漠となっている。しかしそのような中にあって、長年にわたり、捕鯨を含む漁業の舞台となってきた。南マグロの工業場としても知られている。現在でもクジラ類やサメ類の数は多く、理想的なホエールウォッチングスポットとなっている。沿岸に位置するエア国立公園では、 この地域の自然史について特によく知ることができる。ワンセブと東部及びワンオーブからエア半島一帯の沿岸の海域は南セミクジラの冬の出産と子育てに使われている。ワンオーブではクジラ保護のためボートを使用するツアーは行われていないが陸上からのホエールウォッチングが盛んである。ハンドウイルカやマイルカも見られ時にはザトウクジラやミンククジラ、マッコウクジラ シャチ、ヒレナガゴンドウなども現れる。グレートオーストラリア湾沖合の栄養素に富んだ海域では、プランクトンやオキアミが大量に発生するため、周辺はピグミーシロナガスクジラの格好の餌場になっている。陸地から遠いため、船を使うツアーはないが、ヘリコプターに登場し、上空から観察するものはある。ありがとうございます。